こんにちは、週刊北斗ニュースです。さて、10月から総合秘書の日直業務を本庁舎に集約します。総合秘書における土曜、日曜、祝祭日、年末年始の閉庁日の日直についてはこれまで合併後も継続してきましたが、日直事務処理件数が減少していることから10月1日日曜日から廃止することとしました。なお、市役所本庁舎の日直は今まで通り継続し、お問い合わせや戸籍届での受領などを対応します。窓口は市役所本庁舎東館宿日直室です。休日にお困りの際は0551-42-1111 までお電話ください。閉庁日に総合秘書にかけた電話は本庁日直に転送されます。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。では今週の番組内容です。今週の出来事は、令和5年第3回北斗市議会定例会開会、京北消防本部救急の日イベント、医療介護交流会の3項目です。北レポは、障害者総合支援センター風車から子育てを考える親の会についてお伝えします。ではまずはじめに、9月5日令和5年第3回北斗市議会定例会が開会しました。所信表明の中で上村市長は次のように述べました。北斗 GX 推進プロジェクトの取り組みについてであります。 GX グリーントランスフォーメーションは現在国を挙げて取り組んでいる最重要課題の一つであり、令和2年にゼロカーボンシティ宣言をしている本市においても GX の推進は優先すべき課題であります。このことからゼロカーボンや GX の推進をさらに加速するため、北斗市 GX 推進プロジェクトを立ち上げて取り組むことといたしました。このプロジェクトはすべての公共施設を対象とした太陽光発電 PPA 事業の大規模実施と官民連携による地域新電力会社の設立を計画しており、いずれも県内初の取り組みとして北斗モデルともいえる先進的なものであります。次に高校生議会についてであります。先月1日高校生議会を開催いたしました。本事業を実施するにあたり、まずは生徒の皆様に市政全般について知っていただくため、私自ら説明を行い、その上で質問を考えていただきました。市内3つの高校からは19名の高校生議員に参加していただき、そのうち16名から身近で起きていることやこれからの北斗市に求めることなど、高校生ならではの視点で忌憚のないご意見やご質問をいただきました。市としては若い世代の皆さんの思いを今後の市政推進の参考にさせていただくとともに、今回の事業を通じて高校生が政治に興味を持ち参加していくためのきっかけになったものと考えております。次に中部横断自動車道についてであります。7月19日国土交通省は山梨、長野両県に対し事業予定者案として、未整備区間であります北部区間の長坂から八千代までの約40km のルートを提示しました。このことは事業化に向けて大きな一歩と考えております。また7月には山梨大学地域防災マネジメント研究センターの武藤真一教授らにより、中部横断自動車道北部区間が開通した場合、交通の時間短縮、貨物や旅客関連企業の生産性向上や農産物の需要拡大、さらには観光客の増加が見込まれることから、山梨県全体で年間73億5000万円の経済効果があるとの試算が発表されました。本市においても各種団体で構成されております
北杜市中部横断自動車道建設促進規制同盟会等のご意見を伺いながら、開通後の活用策を検討してまいります。令和5年第1回北杜市議会定例会は今月28日までの24日間にわたって開かれ、26日には代表質問、27日には代表質問と一般質問、28日には議案審議が行われます。さて、9月2日道の駅小淵沢で救急の日、救急医療週間に合わせて普及啓発活動が行われました。このイベントは9月9日の救急の日および救急医療週間に合わせて救急医療に関する知識を深めてもらおうと消防本部の主催で行われました。イベントでは北杜消防署の署員が人体模型を使い、心肺蘇生法や AED の使用方法について訪れた人たちに説明しました。頑張ってほしいよ。いいね、うまいね。ね、難しい。そうですね。それほどやったことある。100回ぐらいのペース。1分間に100回、100回から120回になります。ピッて動いてくれますので、その時はやめてもらいたいから。で、もし倒れて本当に意識なくて、こうやって。あ、さっき乗せてもらいました。AED をちょっと使ったことってありますか？ありますかね。これをそのまま救急隊にこのコネクターをつけていただけるか。なかなかこういう機会っていうのはないので、本当に勉強になりました。こういうことがあったらやっぱり自分で率先して動けたらなっていうふうに思います。人形でもこんな難しさだったら、きっと本当に起きた時はもっと難しいんだろうなって感じました。9月3日から9月9日までの1週間、救急の日、救急医療週間となっています。突然目の前で大切な人が倒れたら、その場に居合わせた方が行う応急処置が非常に大事になります。救急車が到着するまで全国平均で9分となっています。倒れた方の予後を左右する大切な時間です。私たちは市民に正しい知識、技能を身につけていただきたく、このようなイベントを通して普及啓発に取り組んでいます。また、京北消防本部管内では毎月2回、普通救命講習会を開催しています。ぜひご近所の方、ご家族、職場のお仲間等をお誘いの上、最寄りの消防署へお尋ねください。さて、9月3日、スタマふれあい館で医療・介護関係者と市民の交流会が開かれました。このイベントは住み慣れた地域で生き生きと過ごせる環境の実現を目的に、北杜市在宅医療・介護連携推進実行委員会の主催で今回初めて行われました。普段介護の仕事をされている方も一般参加者も、医療や介護について楽しみながら体験することができるブースが用意されました。ブースには心と体の健康相談、肌年齢チェック、フレイルチェック、歯科相談、栄養相談、足湯マッサージなど様々なブースが用意され、訪れた人たちは交流を深めていました。とても有意義だと思います。自分たちの私たちのブースだと自分たちの健康チェックができるんで、とてもありがたいと思います。で、来てくれた人たちも、だいぶ満足そうな顔して自分の調子が分かるような感じがするんで、とてもいいじゃないかと思います。はい。で、私たちがこれを始めたのは、やっぱりフレイルって山梨県でもまだほとんど、笛吹市が始めてやって北杜市が2番目なんですね。だからぜひこう裾野からフレイルってどういうもんか、じゃあ予防はどうしたらいいんでしょうっていうことを
ぜひ広めていきたいと思ってやっております。少子高齢社会になっていって、まあ、地域がどんなような形になるというのが、もう15年後16年後にもいろいろ言われて取り沙汰されております。ただ、まあ、地域に暮らすということはみんなでも支え合っていかなきゃいけないし、まずそれのためにはまず顔が見える関係がないとですね、素通りされててはうまくないと思いますので、まあ、そんなようなことをですね、まあ、日頃から皆さんと交流しながら、この間どうもみたいなのを気楽に言えるようなそんな街づくりができたり、まあ、医療も介護も当然そうなんですが、もう地域社会全体がそんなようになっていけばいいなというのの、きっかけです。皆さんが感じていただければありがたいと思います。今回初めて開催された交流会、実行委員会では今後もイベントを継続して開催していく予定です。続いては市役所からの情報をお伝えする北レポのコーナーです。今回は障害者総合支援センター風車から子育てを考える親の会についてのお知らせです。こんにちは、障害者総合支援センター風車の矢戸です。子育てを考える親の会の開催についてお知らせします。風車では障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、相談支援、権利擁護、虐待対応、差別解消等のさまざまな相談対応をしています。年齢に制限なく、生活での困りごとから就学、就労、人との付き合い方等気になることがあれば気軽にご相談ください。電話対応のみではなく訪問対応もしています。さて、子育てを考える親の会は、お子さんの発達・発育がなんとなく心配と感じている方、お子さんの子育てに対してなんとなく育てにくいと感じる方を対象に、講師を招いての学習会と日頃気になることを気軽に話す交流会を行います。第1回目は9月29日金曜日になります。内容は発達特性や相談先について知ろうです。場所が大泉総合会館、時間が10時半からになります。2回目は交流会として、周りに聞きたいこと、愚痴でも何でも話し合いましょうとして、日頃の気になることを話す場としています。3回目は11月6日月曜日です。内容は自立に向けた支援についてです。将来の不安を少なくするためにも知っておくべきことなどを話してもらいます。4回目は12月4日月曜日です。交流会として、周りに聞きたいこと、聞いてもらいたいこと、何でも話せる場としたいと思っています。2回目から4回目は場所が北都市保健センターとなり、時間が10時からになります。定員にまだ空きがありますので、ご興味がある方がいらっしゃいましたら、障害者総合支援センター風車0551-42-1411まで電話にて申し込みをお願いします。お子様連れでも大丈夫です。多くの方のご参加をお待ちしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、次回はフードストーリーグルメツアーや、世界に誇る水の山ユースアイデアプロジェクト第2回企業視察などを放送する予定です。どうぞお楽しみに。週刊北斗ニュースをご覧いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。